はい、とドラゴンクエスト6実況プレイのパート16やっていきます。前回こちらの空飛ぶベッドを入手いたしました。これによってね、移動できる場所が一気に増えましたので、これを活用して、メダルとか、いろんなアイテム回収のための寄り道を、していきたいなと思います。そうだね、どっから入ったもんか。これまでね、浅瀬があって通れなかった場所もこうやって簡単に通ることができるようになったので、これもある意味めちゃめちゃフライングだよね。ある意味キングスの故郷よ。ああ、敵が強い。大丈夫か。いいかもね。お前らならいける。めちゃくちゃ痛いっす。消費エグ。はい、ある町にたどり着きました。ロンガデソというらしいですが、入ることができません。ここもどこかにあった。つまり戻るのやなんで。何か回り込んでいかなくちゃな。皆さんまで入れんな。ここね、オッケー。
いいね。あと一個。格闘パンサーとか結構強いからね。メラゾーマ使いすぎだよ。一人はメラゾーマ使いまくるし、一人はグランドクロス使いまくるし、お MP ねえじゃねえか。あのいっぱい転職してなんかいろんな特技とか覚えられるっていうことで、それぞれがやれること増えていくのはいいんだけど、やっぱこういうところでちょっと弱点見たの見ちゃいますよね。やれることができる分やれることフルにやろうとして、実はMP なくなっちゃうって、この AI の修正が良くない方向に現れてる。投げ飛ばされる。ボロクソじゃないか。とりあえずクリアベールまで帰る。なくね、あー待てよ、クリアベールの方に多分南側にあった。
ああ、そろそろあれだな。ピエールを迎えに行けるな。後でやっとこう。多分このベッド解禁になったタイミングで悲しいお知らせとして、アモールのあの老人二人多分もう亡くなってます。笑いながら話すことじゃないんだけど亡くなってます。アモールに戻ってくれなかったんで、ああここは後回しにしよう。ここには最後の鍵が手に入ったらまた来ます。やらねえな。川から来るとこでもねえからいっか。そうだね。ライフコートの裏手に出ました。あの命大事にやるしかなかった気が。なぜ攻めを重視するんだ貴様ら。
はい。で、こちら側から歌の世界に参りまして、力か、この辺あれだね、はぐれメタルポイントですね。かかってますな。ではでは、まあ普通はこんな、先に来なくてもいい場所なんですけど、ダクソンという町ですね。間違えた、いいけど間違えた。だよね、マプレー。危ないんだよな。よし、あとこっち。一個は悪魔のそばですわ。いいかな。多分一通り見れた。どっから行くの近かったかな。お、エイドック。上の世界の弓火の祠のスライムナイトは仲間にすることができないんですけど、この周辺で出てくるスライムナイトは仲間にすることができるので、後でやっていきます。
ですよ。あとこの辺も、熟練度の条件値がレベル99に設定されているところなのでね。あともうここ以降で行く場所は、熟練度上げどこでもできるってね。いい場所だ。だから魔術師の塔で上げるって結構早い段階でできるっちゃできるんですけど、まあ、この辺まで進んでしまえばぶっちゃけどこでもできるよねっていうのがね。出てくるモンスターも根性周辺は、魔術師の塔と内容そんな変わんないんでね。どっちでもいいと思います。よっしゃー、というで、根性に来ました。いずれね、ここでもまた装備をこの辺でね、一応現時点で得られるものはなるべく最強のものを揃えておきますか。よし。そしたら一旦ダーマシンで、メダル王の城。さあ、どんだけ集まったかな。はい、ちょうど奇跡の剣。できる人いろいろいるんでね、ちょっとね、どうしよっかなだね。なんなら全員装備できるな。バランス考えたらスミスに装備させてスミスの攻撃力上げておくというのが一番丸い気がするね。どうしようか。今回もう武器はもうスミス採用戦だ。残りの時間で軽く装備整えましょうか。まず金を下ろさなきゃ。はい、か、どうせ、ちょっと後はこの後で、ピエール仲間にに行くんで、後でやります。あれ？どうすると？ほら、まあ、いいや。ハッサン、パーティーに加える処理されたのかな？じゃあ、とりあえず今回ここまでにさせていただいて、次回までちょっと次のボスに向けての、装備の整えたりとか、そういった準備しておこうと思います。はい。
ではドラゴンクエスト6実況プレイパート16、最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てるな。